変わらん？まあ、許してください。許してください。よいしょ。抑えてない。マスクがあるから、ね、あれなんだよね。あ、初めて入れちゃった。あ、そうだったん？ちょっと言ってや。私先輩やから、敬って。もう何でも教えてあげるよ。全部は知らんけど、何でも教えてあげる。たまちだよ、久しぶり。もう今日が髪の毛とかもやばいよ、私。適当すぎる。休日の自分って感じ。マスクいる、すっぴん、ほぼすっぴん。あ、それ菅原さつきちゃんにさ、菅原さつきちゃん似てるってさ、某きのちゃんに言われた、ちょっと。言われたことある。え、まだ代金払ってないね。あ、当たったこと言っちゃったよ、私。あ、もう何しろ、何しろ。代金払わなきゃって今日言ってたんですけど。バレちゃった。みんな、国際フォーラムで会いましょバレ、言ってしもうた。オタクの名前に。でもさ、あれ日付ちょっとあれやな、なんかさ、年度末ってちょっとなんかね、ねえ、1年間お疲れ様でしたの日じゃん。イヤホンしない方がいいのかな。似てんのかな。でもさ、そうで、好きだよね、つっちーさん、さつきちゃんのこと。かん、ネイル今日ちょっとかけちゃった、ここの指。悲しい。でも野球をね、音だけ流してます。ちょっとだけ見てました、さっき。それのみ、これの水色？これね、めっちゃいいよ。なんかね、電車のね、電車で、なんか次は〇〇で聞こえないぐらいノイキャンある。これ着てたらね、電車乗り過ごすぐらい。福田さん、ありがとう。いえ、ありがとう。これ多分アンカーじゃない？あー。同じ系統かがわからん。どうなんだ？なんかわかん、私、そのね、ん？そう。何系統なんだろうな。あ、そう、私さ、なんかこういうのさ、なんか誰が出るんだろう、ワクワクみたいな感じにさ、しとった方がいいのかさ、わかんないんだけどさ、お姉さん、出張に行ってるんですわ、その日。出張なんです。新しいの買った、何買ったの？アップルウォッチ。アップルウォッチ？ね、エアポッツプロか。マコニンさん、風船これ。風船ありがとう。元気？皆さんは先に言っときますが、言ってもいません、私。レーダモチさん、ありがとう。何これ、クッキーか知らんけど、ありがとう。うちは持ってる気満々だったり、いません。先に言っときます。聞こえますか？聞こえます？聞こえる？聞こえますか？聞こえます？いや、もう口に入ってないわ。あ、聞こえますね。よし。聞こえ、よかった。これめっちゃいいよ。これ超いいよ。これほんとおすすめ。またって何？これ超おすすめです。こんばんは。なんで皆さん、行く人は楽しんでください。私でも見に行きたかった。見に行きたかったな。なんていう、出たいとかそういうことじゃなくて、見に行きたかったな。ね、野球ちょっとうるさいかも。
WBC、 確かに声出しできるからね。私ね、この間ガチ恋工場言いましたよ。言いたいことがあるんだよ。え、何が起きた、何が起きた。私ね、野球全然知らないんですよ。野球全然知らないけど、野球全然知らないけど、山本由伸っていうすごい選手が岡山出身のことは知ってます。ああ、そこ出身なんだと思って。大谷翔平は知ってるよ。大谷翔平知ってる、さすがに。二刀流。何を知らんけど、なんかすごい人ってことは知ってる。ゆうくんさん、ありがとう、ハート。いっぱいありがとう。イェー。プロ野球選手の嫁さんにはならんよ。そう。コールドにしましょうって何？今日こそコールドにしましょう。今日寒くし、寒いってこと？今日ちょっと寒くなかった？なんかここ2日間さ、ちょっとさ、あったかかったじゃない。でもちょっと今日夕方さ、さっきスーパーにお買い物に行ってたんですけど、結構寒かったです。コールドでした。花粉やばいよ。もう花粉症になっちゃったの。人生初の花粉症。社会人とアイドルの二刀流でどう？いやいやいや、社会人楽しんでます。社会人、一般人楽しい、最高。明日雨、マジ？マジですか？あ、コールド勝ち？あ、待って、知ってるよ、コールド勝ち。そっちかよ、早く言ってよ。ちょっと待って、じゃあガチガチガチ、分かったね。あれでしょ、コールド勝ちは、相手ずっと0点で勝ったってことじゃないの？違う？合ってる？ゼロじゃなくてもいい。何？ 10 点差？ 10 点差とか予想ついてる。10点でいい？10 点差？これ完封勝、あ、0点が完封勝利ってこと？ゴールドね。10点じゃないの？何点なの？7回以降で、7回目以降で10点差がついとったらいいん。野球ってさ、野球って何回まであるん？何回、あれ？何回？何回裏とかあるやん。5回裏。あ、9回。あと3点？さっき確かに最初にさ、あれでしょ？なんかこう、コールドホームランじゃなくてさ、なんだっけ、で、こう、なんだっけ、大谷選手がさ、なんだっけ、なんちゃらホームランでしょ？スリーランホームランだ。思い出した。そう、スリーランホームランって言ってたもんね。え、なんかさ、例えばさ、あんまりにも点差ついてたらさ、途中で試合終了、もうあなたたち絶対無理だからみたいなさ、時ってあるの？もうあんたたちもう一生絶対もう何があっても勝てないから、もう試合終了だよみたいなことってあります？あ、これがコールなの？ え、じゃあ7回でさ、7回で10点差ついてたらもう終わりってこと？ギブアップってこと？終わる、試合終わるの？ 9 回やらずに終わるの、試合。5回で15点差とか。試合終わんの？あ、へえ。
んだ。だってそんなんさ、だってさ、例えばさ、野球私あんま分かんないからだけどさ、なんかさ、稲妻イレブンとかさ、最初さ、すっごいズタボロでさ、頂点差つけられた時とかあるじゃん。なんかバスケとかでもさ、なんかさ、まあ、バスケはさ、なんか ポイントのさ、ポイントのなんかスパン早いけんあれじゃけどさ、あのさ、そういう時さ、もう無理だとか思ってもさ、なんか知らんけど、相手突然弱く なるか、なんか向こうが急に覚醒するんかさ、あるじゃん、そういう時。ね、それはいいの？あ、世界大会。こんばんは、こんばんは。サッカーやろうぜ。スターダスト。え、ブルーロック面白い。ブルーロックね、ハマってるよ。ブルーロックいいね。スタンドアップスタンダー立ち上がりよ、稲妻チャレンジャー。ヘイ、どん底弱気、パンチンパンチン、どんくらいめげずに、なんちゃらりなんちゃらり、ドロンコまみれが勇ましく光るぜ。うお、ともちんさん、ともちんの旦那さんが、こんばんは。ヘブンズタイム夏ファンさん、愛してるのファンだけど、ラララトゥントゥルル、変わんないわけじゃん。イベントあるしすぐ会えるよね、他のルルルルルルル、愛してるのファン。こいつ、これのやつ、このこと、この曲合ってます？合ってるんかな。山本由伸って聞こえた。合ってますか？違う。おひさ元気です、元気ですよ。あれ、しのさんは空の推しだっけ、違ったっけ。野球は分からん、野球は分からんよね。えん、好きになって、もっと私を見て、もっと恩返しは愛のこもった投げキスで、ラララララチャチャ、もっとこれさ、これ私さ、 TikTok やってた時にさ、やった気がするんだよね。スラダン映画最高だったよ。私はバスケが好きかな、やっぱり。これさ、このさ、このイヤホンでカラオケするとさ、もしもし聞こえますか、もしもし聞こえますか、聞こえますか。そう、このイヤホンだと音ずれするよね、音ずれしちゃうよね。そうなんだよね。ね、すぐ会えるよね。じゃ、待って、待って、よし。さあ、みんな見えてるか、姉さん先輩になるかな。でもなん、いや、でも私さ、もうすぐさ、就職して1年になるんですよ。もう社会人になって1年が経とうとしてます、そろそろ。早い、早すぎる。うん、おめでとう、ありがとう。今度社会人1年記念しよう、 1年記念パーティーしよう、みんなで、みんなで乾杯する。ちゃ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 らららら、歌いたい気分だ。ちょっと音こもるかもしれんけど、こっちでいいや。野球がうるさい、自分で音消しとけよって話ですよね。社会人一年パーティーパーティーパーティーズン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 パーティーズンズン
体動かしちゃえパーティー、さあ楽しみましょうパーティー、夜はこれから大丈夫パーティー公演ね。いや、あの衣装やばいよ、着れないよ。パーティー公演やりかけてたな、懐かしい。そんな話もありましたね。パーティー。4月30日、私出張に行ってます。残念ながら。先に言っとく。出張中、地方にいます。地方で美味しいものを食べたいと思います。明日からのマスクね。でも外とかだと私息が吸えないから、そう。そうなの。出張ちょいちょいあるね。でもちょっと来年は少ないかもしれない。あんま少ないかもだけど、なんか、今年より減りそうだけど、でも、この、何、私入社してから会社で出張回数1位だから、そうだからね、そう、8の行けないんだ。そう、呼吸できないんだよね、マスクがあると。苦しくて。来年度、やばいな。ドキドキ。ビジネスホテルに、そうだよ、ビジネスホテルに泊まるよ。ホテル取っとこう、早く。早めに。推しビジネスホテル、いや、なんだろう。ビジネスホテルか、やっぱ旅館がいいね。グリーン車乗らないよ。出世しないよ、私。なった、でも私なし。まあ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 。で、まだ売ってんじゃないの、チケット。売ってないの、まだ。まだ、もう売ってないの、チケット。不倫とかしてないよ。するわけないじゃん、私が。上司とフェスするだけ。クオカード、なんでクオカード、一般はまだやってるんでしょ、やってるんでしょ。なんかまだね、応募してる感じだったもんね。応募募集してる感じだったもんね。楽しんできてください。ね、国際フォーラムね。てかさ、イコノリジョイは2日間さ、4公演するんだから、それとも2公演なのかな。周年で待って、何の周年？そうか、へえ、そうなんだ。ビッキーナには、清く正しく美しいお嫁さんになってほしいな。清く、なんて、清く正しく、美しくってなんか聞いたことある。なんだっけ。美しい月、美しい日は美しい月を、美しい月は美しい、美しい、美しい日は美しい月を、美しい月は、美しい月は美しい日を、美しい月を、なんだっけ。国際フォーラムちょっと内緒だけど行く。美しい日は美しい日は美しい月を、美しいは美しい生涯を。あれ、もう一個ぐらいあった気がする。あ、その2個だけかもしれない。5月7日、何があんだ。何があんだ。
5月7は何があるの？あ、やばい、絶対ね、今さ、今 LINE のさ、LINE のさ、通知が来たんだけどさ、今 LINE の、ある人から LINE の通知が来たんですよ。で、文章はちょっと、見えないようにしてあるから、わかんないんだけど、まだ入金してなくて、早く入金しろー的な、で、やばい、入金してないってさっき送ったんですよ。入金しろーって怒られてる気がする、絶対。絶対怒られてる気がする。きぬちゃんじゃないよ。うん、怖い。早く入金しないと。明日の11時までに入金しないと。生キョコロヒー。へぇー。いや、言われてる気がする。わかんない。なんて言われてんだろう。入金忘れてしまい。ブラックリストになっちゃうと、それな。あ、こうしたらさ、声通るくない？こうしたら声通るくない？どう？みんな変わった？こもってるの変わった？デートの役じゃないです。お出かけしてないなぁ、最近。お出かけ。これ？イヤホン。イヤホンの入れ物。変わんないか。じゃあいいや。発売中なんかい。歌ってる君が綺麗。あ、音ちょっと。歌ってる君が綺麗。ちょっと泣いた。縮まることのない距離が眩しかった。ズル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 。そう、調子悪いよ、もうね、花粉症でもうやられてる。チュ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 。聞いてください。私さ、夢を見たのよ。今日の夜、夢を見たんですけど、チューリップが可愛いです。夢を見てさ、夢でね、なんか、ツイッターの夢を見てたんですよ。ツイッターを見ていて、で、なんか、私の推しのね、川名子夏実ちゃんが、皆さんお久しぶりです。今日から活動再開します。でね、武道館じゃないわ。周年もベルトで楽しみ、待っててくださいね、みたいなツイートをしてたんです、川名子ちゃんが。で、マジやった、ウェーイってなってて、最高ってなってたんだけど、夢だった。まなみのチャキラさん、ありがとう、クッキー。ホワイトデーかな？ホワイトデーもうすぐじゃん。ホワイトデー。私、会社の同期にあげたから。会社の同期にもね、あげたんですよ。同期で作ったんですよね、お菓子を。で、一緒にあげたんですけど、ね、ES に、だって ES もう就活生なの？次。なんでやねん。ほんでさ、それでさ、あげるときに手紙、メッセージカードをつけたときにね、お返し期待してるね、みたいな感じでさ、書いてさ、送った、あげたわけ。あげたんだけどさ、なんかさ、その同期二人からだよーんって渡したわけね。渡して、そしたらさ、なんか、かまちには、かまちじゃねえわ。私、ゆきなだわ。ゆきなにはあげない。〇〇にしかあげないからって言われてさ。ふざけんなよ、と思って。好きな音楽作品、絶対君はスパークルでしょ。ふざけんなって言って。待ってろねんってしてるんですけど、返してくれなさそうですけど、でもなんだかんと言ってそう言っときながら、多分私にもちょっとはくれるだろうから、楽しみにしてます。火曜日なんかくれるかな？イェイイェイ。お前にはやらんって言われた。
どいひどい。遊びに来て。好きな子やね。好きな子、その人彼女いるから知ってる知ってる。ホワイトデーで。こんばんは。チュかわいかわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん、チュあざとくてごめん、気になっちゃうよねざまあ。私は私のことを愛して何が悪いのチートでしょうか。届きませんね。このぐずずず。てて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 。てて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 。お気に入りのハーフツインも見て。お出かけしよう。日がさもって。歌詞混ざってる。ぶっちゃん、ありがとう。久しぶり。綺麗かな？嘘。今日の待ち合わせ場所に僕は関係やし、君が振り向いた雪で光る宝物。チャンチャンチャララチャラチャチャンチャンチャンチャララチャラチャチャチャンチャンチャララチャラチャ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 。止まって聞いて泣いて慌てる僕は抱きに感じに波く長い髪はどこ。美容室シャンプーの甘さちょっと舐めなくて変なリアクションでごまかす。短い髪の知らない君が変わらない笑顔で横にいる全ての瞬間ごまかさないように見逃さないようにデータフォルト君以外いらない。チャッチャチャッチャッチャ君の遥かにショートでも遥かに積むわ。この雪をまとい光さえも操った何も言わずに疲れた。今度カラオケ配信またやろう。社会人1年目超早かったよ。超早い。あ、でもちょっと長いかも。長いけど早かった。長いかもな。どっちだろう。でもね、超楽しかったです。私でも先輩になるんだけど、なんか、次新入社員と男の子しかいないんですよ、多分。男の子しかいなくて、多分私と同じことを やる私のいる部署っていうのに多分誰も入ってこないんですよ。私のその、いる、チームっていうんですか、なんていうんですか、多分いないから。まだ年下で末っ子ちゃんができることに嬉しいなって思ってます。リオンちゃん入ってきな。おいでおいで、待ってるよ。私はね、下でせかせかしてたいです、ずっと。すごいとこってどういうとこ。年下の男の子寂しがり屋で恥ずかしい、うるるるるる好きなの、 LOV 投げキスちゃんちゃん、私のこと好きかしら、はっきり聞かせて。チャージしボタンも取れてる、パッパケット。チャ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 
だからいい年下の男の子見つけられるわけなくて丸の内をカッポしてるって何？カッポ。でもなんかなんだろう、私自分に合ってるのか合ってるって客観的に見たら分かんないけど、自分的には合ってると思って。意外に年下の男性と結婚して、でも確かに年下好きかもしれない。年上がいいけど、年上がいいっていうか、なんか、大人っぽくて、なんか大人っぽくて、なんか引っ張ってくれる人がいいけど、なんか、可愛い感じに惹かれちゃうかもな。そのなんか、例えば、めっちゃなんか、こんな、ゴリゴリタイプの人とかでも、とかなんか、すごい、なんか、強そうな人とかでも、可愛いところを見つけちゃうと、ときめいてしまうんですよ。そう、母性本能なのかな。そう。なんか、だからね、ゴリゴリがいいとか、そういうことじゃない。もしゴリゴリの人とかでも、そのなんていうの、可愛い顔が、とかじゃなくて、どんな人でも、可愛いっていう瞬間を見つけると、ちょっと、いいねってなっちゃう。お兄ちゃんですか？お兄ちゃんはね、この間、会った時に、すごい怒られました。お兄ちゃんと喧嘩したから、私。大喧嘩。聞きます？なんか、まあ私のおじいちゃん亡くなっちゃったんですけど、つい最近。それで、岡山に帰ってたんですよ。で、その時に、私新幹線で帰ってて、で、お兄ちゃん、が岡山ね迎えに来てくれてて、駅にね迎えに来てくれて、新幹線、それでさ、あ、全然気にしなくていいんですよ、天気なんでそれでさ、私ね新幹線着くじゃん、降りるじゃん、そしてね、そしたらなんかね、まあ、新幹線の乗ってる間に、まあ、パソコンで仕事してたんですよ。仕事してて、あ、岡山だ、岡山だ、と思って、降りて、ん？ってなって、なんか軽い、と思って。キャリーがさ、なくて、あ、うわ、忘れたと思って、パッて後ろ振り向いたら、ピューあーだよ。もう、やばいっしょ。何やってんのってなんじゃん。で、もうどっしりして、なんか駅員さん、改札抜けるとこの駅員さんに、あ、すいませんみたいな。私今、この何時着の、のぞみか光かしたけど、何号車のここに座ってたんですけど、みたいな。あ、ニュース、キャリーケース置いてきちゃって、どうしたらいいですかみたいな。え、みたいな。そしたらなんか、ちょっと一旦忘れ物センターに行ってください、みたいな言われて。一緒で忘れ物センター行くんだけどさ、忘れ物センターもさ、全然、もらった地図がさ、紙でもらったんだけど地図、わかんなくてさ、もう血迷ってさ、大変だったんだけど。じゃあ、まだかまちゃんあるの欠けてだと思うでしょ？まだ待って。で、そしたら、なんか、もう、その、客払いで送ってもらうか、終点まで行くしかなくて、なんかさ、岡山通るって博多行くとかの、博多まで行かなきゃいけないかと思ったら、それがたまたま広島で止まりで、広島が終点で、もう、で、私その、キャリーの中に喪服を入れてたから、喪服がないとさ、せっかく岡山帰ってもさ、お通夜に参加できないじゃない。だからさ、あ、もうこれは取り行くしかないと思ってさ、広島までね、そう、取り行きまして。
そう、それは新幹線で行きました。だからお兄ちゃんがもう駅にいたんだけど、兄ちゃん出して「兄ちゃんごめん、何忘れた、それやばい、マジで広島まで取り行かなきゃいけなかったからさ、一回バラしねえ」みたいなさ、一回ごめんみたいな。お兄ちゃん、わざわざさ、別に岡山のさ、駅がさ、その会場に近いわけじゃないわけよ。だからさ、お兄ちゃん一回解散してさ、で、お兄ちゃんにさ、なんか、大体広島で40分ぐらいだから、なんか、1時間半ぐらい多分帰ってこれると思う、みたいな。1時間半ぐらいで帰ってこれると思うよ、みたいな。もうすまんすまんすまん、ごめんごめんごめんって言ってさ、でも早めに着くように帰ってたから大丈夫だったんですけど、で、私ね、もうね、いつも焦ってるじゃん、心で。どうしようどうしよう、本当にやらかした、やってもうたと思って。めっちゃ広島まで往復1万2000円じゃんとか思ってさ。でさ、広島行きがさ、新幹線来てさ、乗ったらさ、なんかハローキティ新幹線だったわけ。でさ、もう、床も壁も、なんか座るとこも全部ハローキティだったの。え？みたいな。でさ、なんかめっちゃハローキティやんと思ってさ、そしたらさ、知らん駅になんかもうさ、すぐ、岡山、新倉敷、なんか、尾道だっけ？尾道、広島とか着くかと思ったら、なんかめっちゃ遅く、なんか知らんちっちゃい駅とか止まっとって、え？とか思ってさ、駅員さん来たらさ、これって、何時着ですか？とか言ったらさ、本来40分ぐらいで着くはずなのに、1時間半ぐらいなって、5ぐらいで、え？みたいな。やばいやばいやばいみたいな。どうしようどうしようみたいな。やばいじゃんさ。だってさ。なんかそうそう、特別列車の各駅停車みたいな。新幹線の各駅停車みたいな。ええー、ってか、新幹線の意味ねえし、みたいな。なってさ。ほんで、なんか、これより早く着く方法ありませんか？って言ったら、なんか、一回、広島、尾道かなんかで降りて、で、その、乗れば9分早く着きますよって言われて、いや、9分、ま、9分かよとか思ったけど、9分でもう一回降りてさ、次のやつ待ったんだけどさ、なんか、その、一回降りるところまでさ、行くのにさ、あ、てか待って、田所さんありがとう。まなみんちゃからさ、さっきミラーボールありがとう。ゆうくんさん、星ありがとう。みっちゃんさん、お疲れありがとう。そう。そうで、まあ、それでさ、まあその、一回降りるところまでも結構長くて、で、その間にね、とか、太陽が眩しかったから、新幹線にさ、窓あるじゃん。なんか窓、シャッターみたいな。窓のにさ、シャッターできるじゃない？シェードか。そうそうそう。あれをさ、こう、下ろしたの。そしたらさ、キティちゃんがさ、ハバナストリープって書いてあってさ、もうさ、殴ろうかと思ったよね、キティちゃんのこと。初めてすっごい殴りたくなって。ハバナストリープじゃないし、みたいな。もうふざけんなよみたいな。 こっちはハマナイストリップどころじゃないんだわみたいな。 そう、すごい大変だったんですよ。まあそれでまあ広島には無事なんとか着きまして、お兄ちゃんにも予定で1時間半だったのに、ごめん3時間後になるわみたいな。 ちょっと3時間2時間半ぐらいかかっちゃうよとか言ってさ、お兄ちゃんも多分怒ってるわけよ。絶対怒ってるわけ。で、それでさ、まあ、岡山戻ってきました。で、お兄ちゃん言って、お兄ちゃんごめんごめんって言って、この時、すまんすまんって言って、よみたいな感じで言ったら、もうお兄ちゃんもぶち、ふざけてんだよ、お前。みたいな。ごめんなさい、ごめんなさい、みたいな。でさ、そのなんか移動する間にね、車お兄ちゃんの車乗ってたら、なんか仕事の相手の人からお電話がかかってきて、で、だからお兄ちゃんと音楽消してって言ってさ、仕事の車の中でさ、私仕事もしててさ、お兄ちゃんそれで余計に怒っちゃってさ。 そうで、まあ、でもまあ、そこはね、終わったわけですよ。それはそれで一旦終わったんですけど、なんか、で、私、親戚すごく多くて、
もうなんかお兄ちゃんずっと不機嫌だったし、私に対してね、まず、その日、それのせいで。お兄ちゃんなんて、ね、なんかそれで、またその親戚がいっぱいいて、もう結婚してて子供がいるんですよ。実はその、いとこめいが大好きで。で、なんか久しぶりに会ったら、もうめっちゃ大きくなってて、前はね、人見知りとかしてたのに、すごい、もう全然喋ってくれて、めっちゃ懐いてくれて、で、もう私その子とずっと一緒にいたんですよ、もうなんか。もうすごいずっといて、で、なんか、おそう、ゆきなちゃんって呼んでって言ったら、ゆきなちゃんって呼んでくれて、かわいいみたいな、もう、こういう感じだったんですけど。ゆきなちゃんだから、おばちゃんつけないです。おばちゃんじゃないです、まだ。一番、その子と私が一番年近いんだもん、親戚の中で。まあ、それは置いといて、で、その子と、もう、お葬式中も、私の膝で、その子が式を、に参加するぐらい。いい、もう、懐いてて。で、お母さんとお父さんいるのにね。お母さんとお父さんいるけど、私のお膝で受けたし、なんか、一緒に、なんていうの、こういうお焼香も一緒にね、しに行ってね。脅してないです。そう、なんか、こうやって、つまり、行ったら、それで、この、背乗りして、で、1、2、ってやるんだよ、みたいな、教えてさ、一緒に行ってさ、手つなぎながら行って、そう、で、なんかさ、やっぱ眠たくなるじゃん。なんだっけ、お経を聞いてると。だからさ、数珠です。数珠で頑張ってさ、こうやって、数珠で寝ないようにさ、こうやってやってさ、そう。お仕事お疲れ。あ、しょうがないからね。5歳だからまだ。そうだね。なんか、おじいちゃんどこ行くの？とか言ったら、おじいちゃんなんかお空のおさ、お旅に行く、旅行に行くんだよ、みたいなさ。そう、話してね。すごい。でも私はなんかその、お世話がしたいか、お世話をしてるとことかじゃないんだけど、シンプルに子供が好きすぎて、子供大好きだから、一緒にいた、遊んでたの。ただ私が遊びたいだけね。なんだけどさ、その後さ、なんかお兄ちゃんとお母さんと3人になった時にさ、お兄ちゃんがさ、なんかあんたさ、みたいな。あんたさ、とか言ってさ、何？って言ったらさ、なんか、マジで、普通なんかこういうなんか親戚とか集まる時って、まあみんなね、みんなこうちょっと普段のキャラと変わってさ、こう2倍ぐらいなんかちょっと大人になったりとかするけど、あんたは100倍違うとか言われてさ、お母さんもさ、わかるわーとか言ってさ、何2人ともみたいな。なんでつまんちゃう？よくそこまでできるよねとか言われてさ、はみたいな。みたいな。普段と違いすぎるって言われて。じゃ、別にそのさ、周りにさ、ゆきなちゃんすごいねって言われたくて、なんかとか、そのなんか、そういうふうにお、なんかすごいお世話するじゃんって思われたくてやってるわけじゃないのに、なんか、よくそこまでできるわって、でも言われてさ、みたいな。それで喧嘩しました、お兄ちゃんと。そこまで言わんでもいいじゃん。こっちは、ただただ好きだからさ、好きってその子供たちと一緒にいるだけでさ、なんでそこまで言われなきゃいけないの？みたいな。いいじゃん、家族では一番の下なんだから、と思って。100倍も違うらしいってな。だって、私もともとそうじゃん。エイといた時だって、同期で最年長だったから、しっかりしてたもん。言ってそう。あ、声ごめんね。イヤホンしてるからこもって聞こえる。と思う。そう。ひどくない？だからさ、みんなは私のことしっかりしてると思ってるじゃん。すごく。だからさ、いや、違わないよって思うでしょ？違わないよって思うけど、さ、家族はさ、なんで家族の前でしっかりしなきゃいけないのって話じゃん。妹なのに。末っ子なのに。ね。
だからそんな風に言わなくてもいいじゃん。お母さんだって賛同しなくていいじゃんと思って。ね。甘えんぼはしてるわけじゃないけど、でも私が、その何、親元、実家からさ、出たのがもう大学生の時から実家出てるから、大学で私は大人になったわけ。でさ、だから実家帰ってさ、大人の対応するのは無理なわけよ。なんかこう、実家にいる、で、家族でいる時とかに。だから子供の時のものしかし、次しか一緒にずっと過ごしてるわけじゃないから。まあさ、ちょくちょくはあったりするけどさ。あのお兄ちゃんがプンスカしながら、そう、怒ってて。本当、人が違うわ。その家の顔と外の顔はみんな違うけど、それはみんな言うて2倍ぐらいしか変わんないけど、お前は100倍違うって言われてる。うるせえってなりました。100倍はおかしいよね。お母さんもうんうんじゃないし、みたいな。ひどいひどい、ひどい話だ。だから私もお兄ちゃんに怒ってます。それで、なんか、だからお兄ちゃんは、お前は広島までキャリーを忘れていくほどのアホなのに、子供の前ではしっかりしてて、すごいね、みたいな。俺には迷惑めっちゃかけてくるけどさ、みたいな、そういう感じよ、お兄ちゃんからしたら多分。アルノシンさん、ありがとそう、お母さん、ね、お母さん、本当に、全くだ。今何時ですか？9時半じゃん。何時から配信してる私。私何時から配信してますか？お、4時、もう1時間と。じゃあもうそろそろ終わろう。明日から会社ですね、また。ね。こんでって絶対だってだってだ。お姉ちゃんの天然どっちから、どういうこと、どっちからっていうの？喉から鼻からってこと？頭からってこと？ゆうくんさんありがとう。でも、なんかさ、それこそさ、なんかさ、みんな覚えてるかな？ 6 周年本、エイトのさ、6周年本覚えてます？多分父から母からでもないと思う。でもどっちかというと母から。でも絶対どっちからも来てない。覚えてます？ 6 周年本でさ。エイトの6周年本。そう、私服で撮っててさ、あれね、あの時にさ、なんかインタビューでさ、お母さんって呼ばないで、みたいなさ、覚えてますか？誰か覚えてる人いる？なんか、ほんと、お母さんじゃなくてお姉ちゃんって呼ばれたい、みたいなさ。覚えてる？それこそさ、なんか、あれなんてさ、なんか私が大人っぽい、何？同期ではお姉さんキャラをしているさ、証拠じゃんか。しっかり者の、あの時の人だってさ、先輩とかにがさ、私のことを語ってくれてる、なんかショールームとかちょっと話してくれたりとかさ、なんかメッセージくる時もさ、いつも、なんか大体、本当にさ、エイトの先輩とかみんな、ユッキーナはなんかいつもしっかりしていて、みたいなさ、こといつも書いてくれてたじゃん。でしょ？覚えてます？なんか卒業の時にさ、皆さんがくれたメッセージとかもさ、なんか、すごいみんな書いてくれたけど、なんかそんな感じだったじゃん。大体。
それがそのさ6周年もんがさ、なんか私がそのちょうど会社にいないときに、お休みのときに、なんか会社の人たちに見られたんですよ。ちょっとなんか同期とか、ちょっと一個上とかの先輩とかに、なんか見つけたらしくて、見つけたらしくてですね。それを最近していたんですけど、最近聞いてさ、やば、懐かしい、それ歌は大成長だって。大成長せずにコロナになっちゃったね。それをね、見られて、だからそしたらさ、私その会社では本当に何アホなんですよ。アホキャラなんですよ。だからなんかもう詐欺じゃんって言われてたらしくて、まあ、顔も全然違うけど今とね、私なんか詐欺じゃんって言われてたよって後から聞いてね、いやみたいな、いやじゃな、恥ずかしい、こんなお母さんとか誰も言えない状況のキャラにいるのにさ、お母さんと呼ばないでとかさ、言ってるのやばいって思って、恥ずいんだけどと思って、ね、そうだから、その言ってそれを何言ってくれた同期には、いや違うんだよみたいな、この会社はもう周りのみんなが私より全然しっかりしてるから、なんかしっかりしてる人たちが多い場、私よりしっかりした人たちがしかいない場とかでは、私なんか安心してなんていうバカになっちゃうんですよ。バカになっちゃうんだけど、でも周りがしっかりしないと、しっかりしなきゃと思ってしっかりするからこうなったんだよって教えたけど。お姉さん感すごかった。今もお姉さん感あるでしょ。詐欺キャラになっちゃってる。そうそう、環境がね、そうそうそう。じゃあ本来はお関係じゃないんだ。本来は妹系なんですよ、私。だって妹ですから。本来はもうなんか、何もしたくない。もう助けてってしたいんですけど。そう、周りがしっかりしてなかったがために、そう。好きな言葉なんて書いてたんだろう、わかんない。え、なんだろう、なんて書いてた。そう、甘える、一望を照らす、なんてどういう意味。待って、意味さえわかんないんだけど、その言葉初めて聞いた。ゆうくんさん、ありがとう。え、多分ね、私覚えてるんだけどさ、辞書でさ、意味良さげな言葉、辞書でっていうかネットでさ、意味良さげな言葉をさ、めっちゃ調べて、え、この意味めっちゃいいやん、これ好き好きって書いた。から何にも覚えてないの。だって好きな言葉とかないし、と思って。意味覚えてない。いや、かしこぶってたんだわ、やっぱり。で、まさかそこを聞かれると思わなかった。何にもピンとこなかった。ぴょんちぃさん、ありがとう。やっほー、おもろ。性格何、性格覚えてない。なんて書いてた。真面目だ。玉の輿行くか。
43億、もう一生いつ何もせんでいいし。もう。あ、豆腐メンタル？豆腐メンタルって書いてあった？今ちょっとメンタル最近強くなったんですよね、なんか、卒業してからメンタルが強くなった気がします。いや、もっといい。豆腐じゃなくなった。なんだろう。いや、でも厚揚げとかその域ももう超えたよ。なんやろな。何がちょうどいいやろ。枝豆くらいかな。あ、真面目は長所に書いてる。懐かしい。ちょっと待って、そろそろじゃあ終わるね、1時間経ったので。よし。じゃあ、読みまーす。13位、みやさん、ありがとうございます。あ、全部連続でね。13位、みやさん。12位、田所さん。11位、ぶっちゃん。10位、翔太さん。9位、まこりんさん。8位、ゆうくんさん。7位、ブリンクさん。6位、あきりんさん。5位、ちゅんちゅんさん。なんか言ってる。4位、福田さん。3位、キャスターさん。2位、マチさん。1位、マナミンチャケランさん。ありがとうございます。イェイ、ありがとうございます。皆さん、本日もありがとうございました。ちゃんとメイクをしたときに配信をしたいなと思ってますが。またね、みんな。バイバイ、元気でね。これからお風呂入ります。バイバーイ。